それを愛と間違えるからは、井上荒野の小説。中央公論新社の、婦人公論において、2011年4月22日号から2012年4月7日号まで連載された。2013年1月に単行本、2016年3月に中古文庫版が発売された。2019年、ワウワウでテレビドラマ化された。専業主婦である、 袴田カヤは結婚してから15年間、夫の袴田忠と共に平穏な生活を送っていた。しかし、かやは長年のセックスレスに悩み、大学時代の恋人である星野誠一郎と不倫していた。ある朝、ふとかやはただしに、あなた、恋人がいるでしょうと尋ね、君もいるだろう、恋人と返される。実は、夫婦にはお互い恋人が存在しており、 夫婦関係のストレスや満たされない気持ちで疲れた心を不倫相手との大勢で癒していた。とあるきっかけで、かやとただしはお互いの恋人を紹介することになり、かやの提案で、夫妻と正一郎、ただしの不倫相手である大阪主音の4人でキャンプに行くことになる。その日を境にして、全員の心に変化が訪れ、カップルの関係性も変わっていく。物語は、 上記4人それぞれの視点から語られる。ワウワウの連続ドラマ W 土曜オリジナルドラマは国て2019年2月9日から3月9日まで放送された。前後は、主演は稲森泉。ありがとうございます。